特別番組竹内睦弘の日露関係史ということで、本日も竹内睦弘先生にお伺いしていきたいと思います。竹内先生よろしくお願いします。こんにちは、竹内睦弘です。今日もやっていきましょう。はい、お願いいたします。本日は日露関係史の2回目ということなんですが、主にですね領土問題について、はい、切り込んでいただきたいと思うんですが、先生やはりここはね、はい、そのプーチンと安倍さんの会談を、うん、はい、まずあの時期にしたのがずるい。おお、というのは忙しい。あ、なるほど。年末年始は忙しいのに、はい、でさらにやってくれたのが、日本側の方のミスが多いんです、はい、お、ミス。プーチンは遅刻する、はい、そんなのみんな知ってるんです、はい、前回も出ましたね、はい、遅刻魔だっていう話がありました。遅刻魔ですから、はい、ですがポイントですね、はい、日本側が2島返還でもいいという保守派がいるんです、はい、あ、保守派なのに2島返還って、はい、お前らバカかって、はい、2島返還ってよく聞きますけど、これどこら辺から言われてますか、はい、とりあえず、はい、まあ、しこたん歯舞を返してもらえればいいじゃないかという、はい、そういう妥協策ですよね、はいはい、アホかってエトロフ国後は日本領だ、北海道なんだよって、そのことを言ったお前はな、それでも日本人かって言いました。まあ、先生のこのご著書も、はい、私読ませていただきましたが、北方四島が日本の領土だったことしかないと、外国に侵略されたことはない、ない、日本領です、はい、これ重要なところですよね。そのエトロフ国後島に返還していいっていう、お前、はい、お前ん家に俺は明日行ってやる俺がお前ん家占拠してやるって、返還せんぞって俺が毎日行ってる机がずれます先生失礼、はい、俺が言ってやる、選挙してやるって、はい、はっきり言いました、それはそれでも日本人かと言いますよ、はい、自分家をね、はい、選挙されてて、それで返さないって、はい、それはダメでしょう。いや、言うべきところはやっぱり、ね、言っていかないと、俺がお前ん家に言ってやるって、それは言いますよ、はい、それは許さんぞ、絶対俺は許さんお前ん家に行ってやるってじゃあということで、はい、私の方の提案は、はい、その会議で、はい、4島返還とか2島返還と言うなって言ったんです。ああ、なるほど。全千島列島および南カルフ島を返還せよと。あ、なるほど。でそうすると戦前に戻すみたいな、ええ、戦前の状態と同じだって私思うんですけど、でここで、はい、でも日本はサンフランシスコ条約で、はい、千島列島と南カルフ島は、はい、放棄したはずだよねって言う人いますよね、はい、そうですね、はい、悪いんだけどソ連その条約調印してないんです確かに。ソ連はサンフランシスコに条約してません、受験の時覚えておいてください、はい、そうポチって覚えておいてください。そうポチっていうのはソ連、ポーランド、チェコ、スロバキアは調印してません調印してないんです。国際法上奴らは何も言う権利はないんです。国際法上そうポチと覚えておいてくださいね。そうポチと、うん、そうなんですよ、はい、だから勝手に空き家に住んでるだけですよあいつら。うーん、あ、それ分かりやすい表現です、ね、勝手に空き家に勝手に住み着いてるだけですよ、はい、で今もその法的には千島と南カラフトはどこの貴族にもなっていない。なってません、はい、どこの貴族にもなってません。国際法上どこの貴族になってません。ソ連のものになったことは一回もないということなんです、はい、そこを知らずに二島返還なんて言われても、うん、四島返還と言われても、はい、四島どころか千島と南カラフトも取り返していいんですよ、はい、うちは一旦放棄しましたが、ソ連は条約に調印してないんです。なるほど。あの時は調印してなかったのはソーポチと、中華人民共和国と中華民国です。うん、あれはちょっと2つあるから揉めてたんで呼ばれなかったんです、はいはい、あ、そうですね、はい、ということを歴史的に知ってないと話にもなんないわ、うん、歴史を学べ、もっと勉強しよう、はい、と言いたいんですよ。そうですね、
このあたりはもう受験でも出るレベルで、そう、はい、ただ覚えるだけじゃなくて今のような考えを持ったりとか、はい、事実関係を確認して、自分の意見を持つっていうのは大事ですよね。そうなんですよ。だからそれをちゃんと喋れることができるっていうのは、うんうん、歴史をきちんと学んでるってことなんです、はい、歴史をきちんと学んでたら言えるんです、うん、いやそれはね、じゃあなんでソ連とポーランド、チェコスロバキアなのかとか言い出したら長いんでやめときますから、はい、そうですね、はい、言い出したら長いんですが、はい、で中国と中華民国が呼ばれなかったのも状況的に内戦中ですから、はいはい、ですからそういった意味も、世界的な視座を置いて、うん、しっかりと歴史を学ぶということは、これからの重要なことではないでしょうか。やはりこうそういったことをしっかりしてはっきりこっちの言い分を言ってやるんです、うん、はい、でソ連には強く言った方がいいんです、ロシアには、はい、なんでか、はい、ロシアはね何でも半分にするんです。あ、半分に、私カラフトもカラフトも半分にしたでしょ、はい、4頭も半分、半分ですよね、何でも半分に下がるんです。おお、なるほどなるほど。これね、外交ではダッチスタイルって言うんです。おお、ダッチスタイル、はい、半分こ、はい、オランダ割り勘ってやつ、割り勘ってやつ、レッツゴーダッチですかね、そうです、レッツゴーダッチです、はい、ダッチスタイルって言うんです、ですからそういったことも踏まえて、やはりしっかりと、うん、勉強していかないとダメなんです、うん、で、うん、あ、どうぞ、あ、どうぞどうぞ、いや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 、はい、そうで、二島返還論は、うん、日露友好条約を目指している派閥、うん、つまり、まあ、ロシア族が言い出しているわけです、はい、あ、だからそんなものに乗ってはいけないよと。なるほど。日本はそこはいろんな国と仲良くするのは大切だけど、うん、日本人が日本人を守らなくてどうするんだと、うん、ということをはっきり言いたいね、うん、日本人は日本人を守るだけや、そのために日本政府があるんだ。はっきり言って、そうじゃなかったら税金なんか払いたくないよ、うん、確かに俺の税金全部自衛隊に払ってくれまあ、日露戦争とか、ええ、はい、江戸時代の終わりあたりからも日本人はかなりロシアに強気に出て、そう、強気に出てるんですよ、はい、やってますから、ええ、あんまりその二島返還っていうのがちょっと消極的なんじゃないかと。消極的っていうか、うん、敗北です、そんなものは認めん。なるほど、そんなことがあったら、うん、もっともっとあるでしょってやることがあって、そんな二島返還なんていうそんなバカなことを言われても困るんですよ、私そう思っております、ちょっときつく言いましたが、はい、だったらお前んち売り渡せよロシアにロシアにやれよってお前んちをふざけんなってここは日本だで日本人が日本を守らないってどうすんだってということなんですよ。それがやっぱり国家というものがあるということで、うん、はい、やはりまあ少なくとも、政体的に今政治形態では内閣と国会と裁判所がありまして、うん、はいはい、でとりあえず少なくとも、法律を決めるのは国会です、はい、で変な条約を結ばれたら困るんです、はい、実は条約は国内法より上にあるんで、はい、ですからそういうことを考えて絶対にここは譲ってはいけないのです、ですから今回のプーチンの裏で動いている軽い動き、うん、狙いに乗ってはいけない、はい、はっきり、4島返還、はい、絶対ですが、だったら先にカラフトと、うん、南カラフトと全島を要求しろ、逆にこっちから、そこまでやって4島返還を持ってくる、そこまでやればいいと思う、はい、そう思ってます
なるほど、先生お時間もぴったりですが、はいはい、まあ、あくまで2頭ではなく4頭、そして自身は南から太までというぐらいの強気の姿勢が大事だということで、はい、じゃあ先生今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。